ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ふわぁ、よく寝たわ。正月とはいえ、朝の神社のお勤めをぶっちぎって昼起きとは、いい身分だな霊夢。あ、魔理沙おはよう。聞いて。大きな高みナスをあげたら、富士山の山頂まで運んでくれた夢を見たわ。初夢で縁起がいいものが全部入ってるじゃないか。そういえば、それら三つは、実は武士の仇討ちに由来しているという説を知っているかな？え？縁起がいいものなのに仇討ち？関係性が見えなくて不思議だけど、興味あるわ。よし、じゃあ今回は初夢縁起物の由来になった日本三大仇討ちについて解説していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。日本三大仇討ちで一番古いのは蘇我兄弟の仇討ちで、1193年5月28日に起きている。縁起物で言うと一富士だな。仇討ち場所が富士の裾野であることが由来と言われているぞ。主な登場人物は、兄の蘇我十郎助なり、弟の五郎時宗兄弟。兄弟の仇討ちの相手である工藤助経。兄弟の父で、工藤助経に討たれた河津助康。兄弟の祖父にあたる伊藤助親。鎌倉幕府初代将軍であり、工藤助経を側近として重用。さらに、源平合戦時に兄弟の祖父を討った源頼朝。以上6人だな。兄弟が力を合わせて、お父さんの無念を晴らす話ってこと？ところが、話はそうシンプルではなさそうなんだ。この事件が注目された理由は、時の権力者である源頼朝に深く関係していたことにある。源頼朝って、いい国を作ろうとした人ね。そうだ。その語呂合わせが1192年だろ？仇討ちがあったのが1193年。まだ政権が固まりきれていない、きな臭い時期だったと言える。まだまだ家来たちもあわよくば、トップが狙えるかも、と考えてもおかしくないね。いい国、作れるかな。大河ドラマ鎌倉殿の13人、でも、陰謀渦巻く様子が描かれていたからな。一つの事件が、すぐに戦乱へと燃え広がるような緊迫感があったのは間違いないだろう。さて、仇討ちの概要だな。実は最初に恨みを抱いたのは、敵側の工藤助経の方だと言われているぞ。仇討ちされた側も、撃たれる原因になった相手。兄弟のお父さんに恨みを持っていたってこと？正確には工藤助経が恨んでいたのは、兄弟の祖父の伊藤助親みたいだな。兄弟の父の河津助康は、とばっちりで矢が当たり、亡くなってしまったらしい。なんたる不遇。本当にな。本筋に戻ろう。工藤助経は伊藤助親の甥にあたり、助親の娘と結婚していた。しかし、京都に上洛中に助親に所領を奪われ、かつ妻を竹に再嫁させられてしまうんだ。おじいちゃん、結婚やりたい放題してるわね。これを恨んだ助経は復讐を決意。1176年、配下の者に命じて仮の人にあった助親一行に矢を放った。矢は助親ではなく、その息子河津助康に命中して絶命。蘇我兄弟の兄が5歳、弟が3歳の時の出来事だった。まだ兄弟ともに幼いわね。だな。時は流れ、工藤助経は京都での人脈を買われ、頼朝に重用されるようになる。一方、兄弟は頼朝の岐阜北条時政に接近したぞ。時政は弟五郎が元服する際の烏帽子親になった。烏帽子は成人男性が礼装で身につける被り物で、元服で烏帽子を被せる人と被せられる人は、義理の親子の関係を結ぶという習わしを利用したんだな。見た目は子供なのを利用した、見事な人脈術ね。全く縁がないわけじゃなかったけどな。時政は、兄弟の祖父伊藤助親の娘と結婚し、頼朝の妻政子をも受けている。つまり蘇我兄弟にとって、時政は叔父にあたるんだ。なるほどね。兄弟は1193年5月、鎌倉幕府の巻狩りに合わせて仇の工藤を討つ決心をする。巻狩りって何？巻狩りっていうのは、イノシシとカシカなどの獣を追って取る形態の狩猟のことだよ。実戦と同様に馬上から獲物を射る騎射が行われたから、武士にとって軍事訓練という性格があったんだ。馬に乗りながら的を射る、やぶさめを見たことあるけど、すごく難しそうよね。まして動いている獲物相手だったら、訓練が必要なのも納得だわ。しかも今回の巻狩りは、ただの訓練じゃないぞ。富士野の巻狩り、と呼ばれる一大イベントで、頼朝の嫡男頼家に獲物を仕留めさせ、その武功をもって、二代鎌倉殿将軍として御家人にお披露目するのが目的だったんだ。準備を時政が担い、巻狩りの指揮官は和田義盛と畠山重忠だったと、史料蘇我物語は記しているぞ。兄弟の叔父が準備係なのね。そして、仇が参加するイベントに潜り込んだ。そうだ。蘇我物語によると、巻狩りから仇討ちに至る経緯は次のように記されている。1. 巻狩りに蘇我兄弟が参陣していることを知った頼朝は、不審に思い梶原景末に命じて二人を撃とうとするが、察した兄弟は姿を消す。2. その後、蘇我兄弟は工藤を撃つチャンスを伺うが失敗。3. 頼家が鹿を仕留める。4. 巻狩りの最中の5月28日、仇討ちが実行に移される。
なんだか工藤が仮に乗じて、兄弟の祖父を狙った時みたいね。流れ矢が当たる可能性も、十分にあり得る状況だろうから、そういった意図もあったのかもしれないな。さて、決行の夜、兄弟は幕府一行が投宿する仮のための宿泊所に押し入り、酒を飲み寄っていた工藤をあっさり討ち取ったぞ。本懐を遂げたのね。問題はその後だ。騒ぎを聞いて駆けつけた御家人たちと兄弟との間で、壮絶な切り合いが始まった。兄の十郎は新田忠常との激闘の果てに死ぬ。逃げた御家人を弟の五郎が追った先に、頼朝の真珠があった。五郎は頼朝へ襲いかかろうとするが、次々と御家人が頼朝に加勢し、五郎はついに捕縛された。あれ？本懐を遂げたはずなのに、シンプルに逃げなかったの？落ち着け、霊夢。真相は、翌日の尋問で明らかになるぞ。翌日、五郎の尋問が頼朝の面前で行われた。頼朝が私に対し、何か含むところはあったのか、と問うと、五郎は当然、抱いていた、と述べたんだ。つまり、父の仇討ちに乗じて、鎌倉殿をも泣き者にしようとしていたことが露見したんだよ。ええー。頼朝って、当時の武士のトップよね？その命を狙ってたってこと？そういうことみたいだな。理由は、頼朝が挙兵直後1180年に、祖父の伊藤祐親と戦い、撃ったこと。さらに自分たちの父を撃った工藤祐経を強要したことに対する、深い怨恨だったようだ。ちなみに、この告白に対する頼朝の反応や結末には諸説ある。五郎を称賛し、その命を助けるとまで言い出したが、家来たちの猛反対にあって、最後には処刑したパターン。または、鎌倉殿の13人で描かれていたように、時政の子義時が、時政が蘇我兄弟に兵を与えたことを責められないようにするために、この事件を仇討ちを装った謀反、ではなく謀反を装った仇討ち、として印象付け、処理したパターン。ふーん、いろいろあるのね。いずれにしても、仇討ちというものが見事な行為として捉えられていた、という印象がするね。17年の年月をかけ父の仇を追い、多くの困難を乗り越え本懐を遂げたことで、兄弟は武士の模範とされた。後の世で、仇討ちが武士のしきたりになっていくきっかけや根拠となった最初の事件と言えるだろうな。日本三大仇討ちの二つ目は、鍵屋の辻の決闘、1634年だな。縁起物では三那須で、鍵屋の辻があった伊賀は、那須の産地であること。また仇討ちをした者が名を成した、ことが由来とされているぞ。主な登場人物は岡山藩士渡辺一馬、と、彼の義理の兄荒木又右衛門、仇討ちの相手である岡山藩士河合又五郎、渡辺一馬の弟で、河合又五郎に斬られた渡辺源太夫、岡山藩主で、寵愛していた源太夫の仇討ちを一馬に命じた池田忠雄、の5人になる。一つ目の日本三大仇討ちから、結構年月が経っているわね。まあな。でも、江戸時代だから、武士の時代真っ只中だ。仇討ちのスピリットは存分に受け継がれているぞ。概要を説明していこう。発端は一馬の弟渡辺源太夫をめぐる恋愛関係から始まる。源太夫は岡山藩主池田忠雄の故障だったんだけど、恋をした河合又五郎が関係を迫ってくるんだ。なんだか一つ目とは経路が違うね。恋愛ものなの？恋愛もので終わればよかったんだけどな。源太夫はまた五郎の求愛を断り、それが原因で切られてしまったんだ。こじらせてるその後、また五郎は脱藩し江戸で旗本にかくまわれてしまい、忠雄も一馬も、しばらく報復することができなかった。やがて忠雄が病気で亡くなり、また五郎が岡山藩の抗争の罰で移動追放されると、一馬は忠雄の意思を受け継ぎ脱藩。また五郎討伐を決意したんだ。ついにこじらせ系男子に、拳でぶつかる時が来たのね。しかし剣に自信のない一馬は、義兄弟の荒木又右衛門から剣の指導と助立ちを頼んだ。そして1634年にまた五郎の居場所を突き止め、伊賀の国上野の鍵屋の辻、現在の三重県伊賀市で決闘。長い戦いの末にまた五郎を討ち取り、二人は本懐を成し遂げたんだ。ふむふむ。ねえマリサ、ちょっと不思議に思ったんだけど、決闘ってそんなに長い時間かかるものなの？実は最後の決闘で戦ったのは、一馬たち二人とまた五郎だけじゃないんだ。渡辺一馬と荒木又右衛門の前には十数人の敵が立ちはだかったんだけど、渡辺側はわずか4人で討ち取ったことで評判になったと言われているぞ。強すぎる。よほどお兄さんの剣の腕がすごかったのね。この一件で仇討ちは武士の美学、という観念がより強くなり、江戸時代は仇討ちの記録が急増していくんだ。ちなみに、一躍時の人になった一馬と又右衛門だが、又右衛門は翌年1635年に亡くなってしまうぞ。多勢対多勢の戦とは違って、一度に大人数を相手にするんだもんね。かなりの負荷がかかったのかな。かもな。そうまでして、家族の無念を晴らしたいという強い思いが、当時の人々の心に刺さったんだろう。さて、日本三大仇討ち最後の一つは元禄赤穂事件、1702年だ。
忠臣蔵の方が馴染みがあるかな。うん、これは超有名よね。縁起物では似たかだ。赤穂浪士たちの主君浅野家の家紋が鷹の羽であったことが由来とされているぞ。主な登場人物は大石蔵之介をはじめとする47名の赤穂浪士、仇討ちの相手である吉良上野介。赤穂浪士たちの藩主で、吉良とのトラブルにより切腹を命じられた浅野匠の神。徳川幕府五代将軍で、浅野に切腹を命じ、赤穂藩を取り潰しにした徳川綱吉の面々だ。ちなみに赤穂浪士とは、播磨赤穂藩、現在の兵庫県赤穂市周辺に属していた、藩士のことを言うぞ。あれ？藩士、と浪士、ってどう違うの？うん。浪士っていうのは、主人を持たない武士のことを言うぞ。赤穂藩は、赤穂事件のきっかけになる事件によって、お家取り潰しとなってしまった。使える人藩を持たない、なくしたということで、藩士ではなく浪士という呼び方になるんだ。なるほどね。というわけで仇討ちの概要を解説していこう。1702年3月14日、江戸城で朝廷からの勅使、使者を返礼する儀式が行われた。その勅使の接待役が、赤穂藩主の浅野匠の神という赤穂浪士たちの主君なんだ。すごい、偉い人の集まりだということはわかるわ。肩が凝りそう。彼は江戸城内で、儀式の指導役であった吉良上野介を切りつけた。吉良上野介は軽傷で済んだものの、時の将軍徳川綱吉を激怒させてしまったんだ。将軍からしたら、恥をかかされたようなものだものね。そうだな。江戸時代ではこういう時は喧嘩両成敗、となるのが慣習だ。しかし綱吉は、浅野匠の神へは即日切腹、赤穂藩は取り潰し、という非常に過酷な命令をした。そして吉良上野介には、お咎めなし、という不平等な裁定を下したんだ。確かに浅野も、全く理由もなく吉良を襲うとは考えづらいかも。ちょっと不平等よね。当然、赤穂藩の旧藩士たちのうちにも、赤穂藩取り潰しという結果に納得がいかない者が現れる。彼らは藩主の無念を晴らすため、赤穂藩の取り潰し撤回を求めて運動を行うんだけど、うまくいかなかった。そこで主君の仇討ちとして吉良上野介を撃つことを決め、水面下で準備を始めた。これが赤穂事件の始まりだ。最初は平和的に解決しようとしていたのね。なんだかんだで、将軍の裁定は絶対だからな。そして準備が整った1702年12月14日の深夜、大石蔵之介を筆頭にした47人の藩士は、ついに吉良邸に討ち入り、主君の仇討ちに乗り込んだ。吉良側の被害は甚大で、屋敷にいた約150人中45人が死傷。一方の赤穂浪士側は負傷者2名のみだった。ちなみに14日は、浅野匠の神の月命日でもあるぞ。またまた強い。蘇我兄弟も鍵屋の辻の二人もそうだけど、結構相手を圧倒しているよね。そういう多勢に無勢をひっくり返すところも、人々に受けた理由なのかもな。激闘の結果、赤穂浪士たちは吉良上野介の首を取り、仙岳寺にある浅野匠の神の墓前に討ち取った首を備えた。主の無念、晴らしたり、ね。そして、赤穂事件後の赤穂浪士たちへの裁定は、賛否両論に分かれたぞ。世論としては除名の声が大きく、幕府もどうするか相当悩んだらしい。鍵屋の辻から約70年。江戸っ子たちの心情としても、赤穂浪士あっぱれって感じだったんじゃないかしら。しかし赤穂浪士たちの仇討ちは、最終的に徒党を組んで暴挙に至った復讐、と判断されてしまい、大石蔵之介以下46名、1名は逃亡、は全員切腹と裁定された。復讐の定めとはいえ、虚しいね。どうだろう。本来なら斬首、となってるところを、武士の誉れである切腹、になっているから、当時の価値観としては名誉を重んじられたとも見れるけどな。一概に言えないところだ。以上で、日本三大仇討ちの解説は終わりだぜ。仇討ちって、物騒っていうより武士の誉れみたいな側面もあったのがわかったわ。初夢の雑学も、友達と話題にできそう。そりゃあ何よりだ。じゃあみんな、また見てくれよな。チャンネル登録といいねもよろしくね。ご視聴ありがとうございました。